こんにちは、さあやです。はい、今日はですね、これから、ネイルと美容院に行ってくるので、準備動画をですね、久しぶりに撮っていきたいと思います。最近ね、その買いに行けてないので、ベースはね、あんまり変わらないんですけど、こちら日焼け止めは、これですね。ちょっと前はさ、めっちゃ寒かったけど、またなんかこう、雨がさ、続いてるから、すごい湿気がもわーっとしてさ、だから、もう崩れにくいもの。使っていきます。ファンデはこちらで、これ使って、でアイシャドウね、これこの前購入品紹介の時に紹介したエスプリークのアイシャドウたちがここに入ってますね。ちょっとこの辺が少し変わったかな。でこっちの方がドーリーウィンクのねコスメをねいただいて、こちらに置いてあります。ここにねセットしても入れられるんですけど、私こうやって全部入れてあります。どれ使おうかな。私ねこの辺をねちょっと動画で使いたいなと思って、もいいな。動画で見してないから、この辺をちょっと多めに撮っていきます。これにしよう、どっちにしようかな。今日カラーはマスカラ下地、シェーディングこれで、ハイライトはこちらですね。これの新色まだゲットできてなくて、もう早くゲットしたい。これも使います。あ、チークはこのローラメルシエのチークなんですけど、これをねちょっと私もともとストロベリーっていうカラーを持ってたんですけど、これがね売り切れねばっかでね、なかなか買えないんだけど、結構前に再入荷してネットでね頼んで届いたんですよ。これまだ見せれてないので使えたらいいな。全部持ってこう。リップもここをねちょっと2段にしました。でちょっとねブランドごとにちゃんと入るようにしてあります。選んだコスメはこんな感じですね。でリップはちょっと後で決めたいと思うので一旦ここで終わります。はい、じゃあまずはじめにこちらのプライマーアディクションメイクアップベース、これ塗っていきます。まあ保湿クリームみたいな感じで乾燥しがちなので塗っていきます。全体にね、これ塗るとねファンデーションの塗りがめちゃくちゃ良くなるんです。で今日はねゆうくんがお家に来てます。でもあっという間にさ、もう夏休みだよね。早くない？次こちら日焼け止めですね。宿題は多い？多い。夏休みの宿題ってさ、最初にやっといた方がさ、後に楽じゃん。けどさ、なかなか最初にさ、終わらせられんよね。いや、終わらせられるけど。終わらせられるんかよ。じゃあやってくれ。やる気がいい。ファンデーションはランコムのファンデーション使ってきます。これを半プッシュぐらい。あんまいっぱい使えないです。最近ハマってることといえば、あなたの番です。あなたの番ですが、めっちゃ面白いよっていうのを、なんか結構前から聞いてたけど、で見てなくて、で、フールで一気見して、反撃編が始まる前ぐらいに追いついてリアルタイムで。そう、いつも終わった後にツイッターとか、なんかネットで考察がめちゃくちゃ回るから、それを見て、あ、なるほどな、みたいな。私なんかもうバカだから全然ヒント動画とか見ても全然わかんなくて、みんなの考えを見て、あ、なるほどってなってる。ここでね、こんなことを思いつくのかっていうか、あ、確かに確かにっていうのがすごいあって、で、いろんな人の考えがあるからね、どれも犯人に見えちゃう。なんかもうみんな怪しく見えちゃうもん。それダメだね。なんかもう誰をね、信じていいかわかんなくなる。ポケモンとか予約したけど、あれ何月？あれはね、11月。結構後で。そうなの。ね、私はソードにして、ゆうちゃんがシールド。シールド？シールド。シールドにしたね。なんかさ、いつもさ、ゆうちゃんが大体赤系で、私が青系だよね。私なんかずっと青系だもん。ルビーとサファイアもサファイアにしたし、これやるの忘れてた。本当は、日焼け止め塗った後にこれしてからファンデだった。ちょっと忘れちゃった。ちゃんと言ってね、そういうこと。喋りながらやってたら忘れちゃった。 iPhone だとなんだっけ、ドクターマリオ、あれなんかね見て面白そうだなと思ってねやったけど、まだ40ぐらいしかいってない。あれなんか難しいね、めっちゃ、ちっちゃい時やってて懐かしいと思って、あんな難しかったっけ。でもね、俺も撮ったけど今はね。あ、撮ったの？全然さ、撮ったら教えてねって言ったのに一回も教えてくれないから撮ってないのかと思ってた。今ステージ4ぐらいで全然進んでないやん。あとはね、私、あれもね、牧場物語が、スイッチで、出るんですよ。のび太の方じゃないやつが出るんですよ。で、それが10月なんですけど、それも予約した。私、牧場物語大好きで、ゲームキューブ時代のやつからやってて、ちょっと久しぶりにやりたいなと思って。牧場物語って知らなかった。
ゆうちゃんやったことないよね。ゆうちゃんはそういうさ、なんかゆったりやる系あんまりやらなくない、うん、なんかバトル系が好きよね。コンシーラーまでしたら、ちょっとこれね、バイキングの時に忘れてたんですけど、フェイスパウダー。 iPad でなんかやってんじゃん。 iPad? iPad でなんかでっかいやつでちょっとやってみたじゃん。一回 iPad でつむつむやつ逆にやりづらかった。なんかあのさ、 iPad のさ、ペンシルあるやん、うん、あれでやってみた。なんかあんま早動かせねんねん俺がさ、なんかヒロアカデミア見てみな。あ、見た、全部見た。もうすごい感動するし、すっごい良かった。何のキャラが好きなの？お姉ちゃんはトドロキが好き。トドロキ、うん、かっこいいんだよね。バクゴも好き。あ、バクゴいいよね。デクとさ、こう何、一緒に戦うとこめっちゃいいよね。いや、俺あのデクとオールマイトが戦うとこ。あ、それはもう最高にいいじゃん。あの映画めっちゃ感動したもん。で、あの7つの大罪を見たよ。でもあれ今年やるよ。でしょ。でもさ、あのヒーローアカデミアもやるでしょ。映画もやるって書いてなかった？配給も今年じゃなかったっけ？秋じゃなかった？違ったっけ？2020年か。なんか今年秋にめっちゃ見たいやついっぱい始まるわって思ったもん。でもテンスラあんじゃん。2020年、来年じゃん。ちょうどオリンピック。じゃあ回っちゃった後でね。喋りながらやってたらなんかさ、どこまでやったか忘れちゃう。7つの大罪ね、もうね、めっちゃくた、あのさ、こうメリオダスが何いい感じの雰囲気になった時に曲が流れるじゃん。あれがもう最高。もうそ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 う、あれエリザベスって言ってんだよね。めっちゃ感動する。あのシーンになるともうなんかわーってなる。バトル系いいよね。好き。好きだね。アクション系大好き。うん、やっぱああいう系が好き。じゃあ次こちらエスプリークのアイシャドウを使っていきます。これ PK800 番、BR302。 何で団長がなんか生き返って、で東急が6万になって、っていうかおっかは強くない？映画の時にも思って。映画の時のあのお城様。そう、お城様じゃん。真似できる。ジャンパー騎士団隊長ホーク様です。ホーク様であるだったっけ。キング。次にとドーリーウィンクの11番。なんか今見てるでしょ、なんか炎のなんとか見てる。炎？なんか勝負の。ああ、あれはまだ私1話しか見てないの。06番。最近結構面白いのありますよ。何？アリフレッターなんか。あ、職業で世界を救う。それさ、ちょっと気になってた。面白いんだ。あれ見た？あの青春豚野郎はってやつ、バニーガール先輩の。全部見たの？私ね、6話ぐらいまで今見た。27日が3回続いて、あ、ずっと続くやつでしょ。そう、ずっと続いて終わったのよ、うん、でも5回してての辺かな。とキラキラを足しましたね。さっき使ったやつもう1回これ、うん、そしたらちょっとこちらのキラキラを足してみたいと思います。あのダイソーのブラシ動画で見してなかったから。これがね、あのがっつりのせなくてもこうアオラ目がねキラキラとしてめちゃくちゃ可愛いんですよ。ピンクとかと足しても結構いいし、わかるかな、ほんのりねキラキラってするんですよ。ワンパンマンってわかる？ワンパンマンはね、一期のね最初ら辺までしか見てない。みんな面白いって言ってるよね。見たい。今ね、二期ね、終わっちゃったんだ。終わっちゃったの？これなんかちょっと透明感なんかここプチュってよし。そしたら今回はカーキ。セザンヌのハイライトのシャールグローハイライトですね。新しい新色がもう発売してるんですけど、まだ買えてなくてめっちゃ欲しい。早く鼻筋。夏休みって長いように感じるけど短いよね。それな。え、もう8月31日みたいな。そう、8月31日といえばお姉ちゃんの誕生日。はい。で、マスカラ下地をします。まじょまじょのやつです。デジャブのラッシュアップマスカラで、ローラメルシーのチークが私もともと使ってたの、このストロベリーっていうカラーで、これはね多分ね動画でも見せたことあると思うんですけど、こんな感じの色なんですけど、ふわっと色づいてとっても綺麗なんですよ。でこれが03番。これはちょっとこういう赤っぽいカラーで、ストロベリーはマットなんですけど、私が最近ゲットしたのはシアン、ちょっとねパールが入ってます。こちらが07番。これはち
ょっとブルーのラメが入っててちょっとオレンジっぽいけど可愛いんですよね。めっちゃ今日は07番を最後仕上げにこれを振ります。フラランスのフィックスミストですね。先にネイルなのでちょっと髪の毛はねストレートアイロンでちょっとまっすぐにしておきます。最近さ湿気ですごいこのエクステが広がりやすいんだよね。服はこれにします。スナイデルのワンピースです。ピンク色のやつね。着替えました。こんな感じです。あのリップを塗ってなかったのでリップ塗ります。ちょっと今選んできました。こちらのティントですね。これ久しぶりに使う。次にこちらのマキシマイザーのラメ、はい完成です。というわけでこれから私はイベントに向けてねネイルとこの髪の毛を変えていきたいと思います。というわけでバイバーイ。